ナムコ。皆さんこんにちは、鈴木ひろしです。今日は本日オープンする世界初の指定型テーマパーク、ドリルランドのオープニングセレモニーにお邪魔しています。イエーイ。ここドリルランドは地下500メートルに建てられた地下最大のテーマパークで、ドリザラ協会と地底王国が共同で開発した夢の一大メジャーランドです。おや、ゲストに招かれたおなじみのドリラーたちが集合したようです。一匹狼のアウトロー、森あかるさん。世界一の女性ドリラー、アンナ・オッケンマイヤーさん。ドリラー研究所が誇る高性能ロボット、オリンガー Z さん。皆さん、この度ドリルランドの建設を任されましたフルイードです。かねてからドリラーを題材にしたテーマパークを作りたいと思っていました。本日はどうぞ楽しんでいってください。そして最後はドリラー協会会長、ワニ海道士と指定王国の王様が登場です。ここにドリルランドの開園を宣言する。ミスタードリラー、ドリルランド。さて、準備は整ったな。そうですね、完成にこぎつけましたし。それでは、お前らはアトラクションの準備に取り掛かれ。もう仕事終わりじゃないの？バイト代いらないなら、もう帰ってもいいぞ。さて、仕事に取り掛かるぞ。早速ドリルランドへ行ってみよう。でもどうやって行くわんね？ドリルランドへようこそ。皆様招待状をお持ちですね。ではこちらへどうぞ。あ、あんなところにエレベーターがあるわん。さあこちらへ。それでは行ってらっしゃいませ。どこまで降りていくんだろう。ドリルランドは地下500メートルに建てられた巨大テーマパークです。ドリラー協会と地底王国が開発した夢のレジャーランドをどうぞお楽しみください。うわー、すごい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 。これがアトラクションだわん。うん、これ面白そうだね。入ってみる？参加できるのはお一人様です。だってロボットでも参加できるのでしょうか。大丈夫だよ。しかも参加っていうか実際に挑戦するらしいよ。仕事でもないのに無駄に体を動かすってのもなんだな。まあいいじゃないの、せっかく来たんだしさ。さあどこに行きますか。
ここに決定。心臓の弱い方お断りか。怖いのかな、出るのかな。相当怖いんじゃないの。くっ、だらしねえ。そんなの俺が言ってやる。おお、さすがは我が息子。うるせえ、茶化すんじゃねえ。なんか正し書きが。このアトラクションはコウモリとか出ちゃうので十分気をつけてお進みください、だって。コウモリ出るのか。決して一人で掘りすぎないでください。ホラーナイトハウスへようこそ。
ざっとこんなもんよ。ちょろいちょろい。あたるさん、ちょっと顔色が悪いです。あと、脈拍も早いようですが。あはっ、あはっ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 は。こっそりコウモリに変装して、あたる様に抱きつこうとしたのに失敗した。どうもいないと思ったら勝手にそんなことを。さあ、片付けと清掃始めますよ。ふん、分かったわよ、うるさいわね。その格好ですんな。スタンプにポイントがたまったわ。ポイントたまったらどうなるの？お店でドリラーカードやグッズが買えるみたいだよ。次行くわ。どこ行くわ？いろいろ売ってたり見学できたりするショッピングモールがあるみたい。グチ、はしゃぎすぎ。さあ、どこに行こうかな。